一般教育では専門家庭と緊密に連携を取り、美術、デザイン、工芸、それぞれの分野を目指す学生の創造性と知的活力の基盤となる教育研究を展開しています。英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語などの外国語科目では少人数クラスで配慮の行き届いた教育を行い、毎年多くの学生が留学しています。また卒業生のおよそ4割が教員免許状を、およそ3割が学芸員資格を取得しています。特色ある授業科目として専攻の枠にとらわれないカリキュラムで創作活動の機会を提供し、学生の研究意欲を引き出しています。基礎造形力の習得と幅広い表現力を身につけることを目標に、多くの集中授業科目を開講。金沢市二俣での紙すきなど数々の特徴ある授業も行っています。また作家や評論家、デザイナー、文化財修復師などを講師に招き、講演形式で行う講義やワークショップも多く開催。さまざまな授業を通じて互いに刺激し合い、自己の可能性を探ることができます。本学はキャンパスライフに欠かすことのできない施設も充実しています。付属図書館は調査研究のための学習支援を視野に、学術情報センターとしての機能を目指し、現在美術工芸、デザイン関係の図書を中心におよそ10万冊を揃えています。一方、気軽に過ごせる空間としても快適な環境が整っていて、大学での居場所を提供しています。本学と東京芸大、愛知芸大、京都芸大、沖縄芸大の学生と教職員が毎年5月に当番の大学へ集まり、体育行事や互いの芸術文化活動で交流を図る五芸祭。これはすでに50回を超える伝統的な催しとなっており、他校の学生と交流し情報交換をする絶好の場となっています。創作活動に体力は不可欠であるの考えのもと、美体祭と名付けられた体育祭も学生の手により毎年開催。リレー、綱引きといったスタンダードな競技から美大生独自の競技まで、各専攻対抗にて競い合います。毎年秋に開催されている美大祭では、学生の仮装パレード、模擬展、作品展示、講演会などが催され、その個性的な内容が地域に話題を提供しています。美大祭は市民にも開放されているお祭りとして、本学学生にとって学生生活の中でも一番思い出に残る行事です。本学では地域に密着した展覧会から国際交流に至るまで、年間を通じて活発な活動を行っています。毎年行われる教員研究発表展では、教員の創作活動や研究活動、大学の産学連携事業、地域連携事業の展示や公開講座を開催しています。金沢市立病院との連携事業、ホスピタリティアートプロジェクトでは、医療分野におけるアートの潜在的な可能性を調査研究。病院の先生や患者さんにアドバイスをいただき、待ち時間を豊かにする椅子をテーマに、学生自らが椅子をデザインし制作するなど、さまざまなプロジェクト活動を続けています。大学にほど近い石引商店街の空き店舗を活用し、多目的情報発信基地として大学主催イベント、教員学生による展覧会開催など、地域と連携したお祭りやイベントの開催を通して、金沢美大のパワーと情報を石引から発信しています。問屋町プロジェクトは、金沢美術工芸大学と共同組合金沢問屋センターが共同で行っている町の活性化プロジェクトで、町内の公園モニュメントなどのデザインをはじめ、
空きビルを使った共同アトリエなど、学生と卒業生、教員が一体となって活動しています。このように今後も学生が市民と交流しながら活動し、本学の街中におけるアートマネジメント教育を実践していきます。本学では国際交流も活発に行われています。フランスのナンシー国立美術大学、南都市圏高等美術学校、ベルギーのゲント王立アカデミー、スウェーデンのバランド芸術学院、中国の清華大学美術学院、アメリカのニューヨーク州立バッファロー校など、海外の大学研究機関と教員学生の交流を行っています。また世界の第一線で活躍するアーティストを本学に招き、作品制作やワークショップを通して学生の感性と技術を高めることに努めています。金沢21世紀美術館で開催される卒業修了制作展は、それぞれが学んだことの集大成としての発表の場です。市民も多く訪れ、社会で発表する第一歩として、卒業修了生にとって大きな励みとなる、また市民と大学との交流の場ともなっています。金沢美術工芸大学は、実技と理念の一致を徹底して指導することで、時代に流されることなく次の時代をリードしていくアーティスト、クリエイターを生み出していきます。卒業式はそれぞれが独創的な個性を発揮し、全国でも話題になるほどです。世界をステージに活躍しようとする若者が本学で学んでくれることを、私たちは心から望んでいます。非常に良かったことは、金沢市という伝統工芸とか盛んな町で、いろんなことに、インスピレーションとかを受けながら学べたことです。のびのび制作できたことが良かった日本国内問わず、世界的にも、活躍できるような作家になりたいなというふうに思っております。頑張ります。